こんにちは、あたりです。特急列車チョコ開封動画第3回です。あたりチャンネル。はい、というわけで、前回第2回の特急列車チョコを全部食べきったので、3箱目開けたいと思います。で、前回前々回と、全部で28箱開けて、レッド列車の特急列車マークが15枚出たんですけども、夢の特急券がまだ出てないということで3箱目も開けたいと思います。それで、皆様からコメントでね、何番の箱を開けたらいいですかという、コメントをいただいたんですけども、1番と7番の箱が、同数だということで、それで、前々回のアンケートの時に、2番目に多かった7番の箱を今回開けたいと思います。はい、というわけで特急王と一緒に、箱を開封していきたいと思います。まずはドゥル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 ーン、ドゥル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 ーン、というわけで大きな箱を開けましょう。はい、じゃんじゃじゃーん。はい、今回も14箱開封します。それでは1箱目開封しましょう。僕のこのイマジネーションを注ぎ込んで、さあ、まずはチョコを出しましょう。レッド列車が来れば、小あたりみたいな感じですね。はい、いきます。3、2、1、ペンない、ピンク列車が2本もある。そして、はい、ここの中に夢の特急券があれば、3、ドーン、なーい。それでは2箱目開封しましょう。さん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 、おはようさん。それではチョコを出しましょう。おはようさんで全気が散っちゃった。自分で。さあ行きましょう。3、2、1、ペーン、レッド列車。はい、というわけで夢の特急券は、せーの、ゾッ！ドゥーン。それでは3箱目開けましょう。ディンディディディンディンディンディーン。ディンディディディンディンディンディーン。チョコ出します。3、2、1、ペーン！レッド列車がない。はい、じゃあ夢の特急券は、せーの、ズボッ！おお、それでは4箱目開けましょう。ピンピピピンピピピンピンピン。さあ、まずはチョコを出します。3、2、1、ピン、レッド列車来た。それでは夢の特急券いきます。せーの、ピピ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 。ない。さあ、5箱目開けましょう。でんでけでん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 。まずはチョコを出します。3、2、1、シャキーン、レッド列車。はい、というわけで夢の特急券、せーのズボーン。なーい。6箱目開けましょう。ベンベルベン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 ベルベン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 。さあ、まずはチョコを出します。3、2、1、ピーン、スコープレッシャーでしたね。はい、それでは夢の特急券、3、2、なーい。それでは7箱目、高速で開けます。いきます。シュッ、わー、チョコ出します。じゃーん、レッド列車、夢の特急券は、せーの、ゾッ。ない。はい、前半折り返して、7箱開封したんですけども、レッド列車の特急列車マークが全部で4個
出ています。はい、レッド列車の特急列車マークが4個です。さあ後半行きましょう。はい、それでは8箱目いきます。3、2、1、てーん、レッド列車マークじゃなーい。あ、違う、レッド、いやもう。はい、それでは、夢の特急券、せーの、てーん、てーん。それでは9箱目、開けましょう。3、2、1、じゃーん、スコープ列車。はい、それでは、夢の特急券、いきます。ない。それでは10箱目ですね、開けましょう。3、2、1、じゃーん、レッド列車来たー。というわけで夢の特急券、さあさあさあ、ない。それじゃあ11箱目開けます。もうなんか出ない気がしてきた。ダメだね、そういうね、悪いイマジネーションを働かせると現実になるんですよ。じゃあ行きますよ。3、2、1、じゃーん、あ、レッド列車だ。ちょっと待って、ちょっと待って、レッド列車でした。はい、じゃあ夢の特急券は、せーの、ブーン、連結完了、なし。それでは12箱目開けましょう。当たってる自分を思い浮かべよう。私は強い、私は強い、私は強い、私は強い。3、2、1、当選ガール。せーの、外れです。はい、そして13箱目、はい、残り2個となりました。13箱目、開けましょう。ベル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 ベーン。チョコ出します。3、2、1、ペーン。レッドレッシャーマークすら当たらなくなってきた。どうしよう。よいしょ。それでは、夢の投球券、いきます。せーのー。勝利のイマジネーション、はい、特急列車チョコ開封動画第3回、最後14箱目です。皆様のイマジネーションを見せてください。夢の特急券これです。これが当たってるところを想像してね、そのイマジネーションを僕にください。皆さん祈ってください。今です、今です、イマジネーション、イマジネーション。さあ、あ、来てる、あ、来てる、あ、あ、来てる、来てる、あ、あ、今イマジネーション来てる。当たってるところ、みんな想像してるよね。よし、まずはじゃあチョコを開けましょう。チョコを出します。3、2、1、ブーン、レッド列車マーク来たよ。レッド列車、特急列車マーク来たね。はい、レッド列車です。さあ、みんなのイマジネーションが現実となるのかならないのか、いきます。せーの、もう一回、もう一回、イマジネーション、イマジネーション、イマジネーション。当たってる？当たってる？これ、入ってる？入ってる？入ってる？もう一回、せーの、ドーン、なーよー。あたりチャンネル。はい、ご視聴ありがとうございました。そして、皆様のイマジネーション、ありがとうございました。特急列車チョコ開封動画、第3回、14箱開封して、レッド列車の、特急列車マークが7枚ね。そして夢の特急券が今回も出ませんでした。はい、はい、というわけで、第4回はね、いつになることやら。はい、だいぶ食べてますよ。特急列車チョコの消費量、多分今日本で一番多いんじゃないかなってちょっと思ってます。はい、で、第1回が2番
第2回が10番で、今回が7番ということで、次回は何番を開けましょうかという話ですよ。はい、というわけで皆様、次に開けたい番号をどんどんコメント欄に書いてください。それではまた次回、バイバイ。